ガシャ当たりはスイートスポットの位置感覚がずれてるだけ。重さで確認。トンカチラケット。瞬時に当たります。詳しくは概要欄で。はい、テレシャシガです。今日はですね、情報をどう読み取るか、選んでいくかということですね。それについてちょっとお話しますね。まあ、情報っては、まあ、私もいろいろね、下の方にはこう、今のブログとかね、そういうのをちょっと書いてあって、いろいろ記録があるので、これも参考にしてもらっていいと思うんですよね。3000記事ぐらいあるのでね。まあ、今日言ったことにね、関連するものを出してるんで、ちょっと参考にしてみてくださいですね。いろいろ、今ね、もういろんな情報があって、で、まあ、スクールもいっぱいあるから、いろんなコーチの意見も聞いたりとかして、でも、何を信じていいのとか、ね、何がベターなの、みんなもう、なんていうのかな、もう迷いまくってんだろうな、っていうのがね、こう、よくわかるの、わかりますよね。何していいかわかんない。で、私らの時は逆に情報なくて、何していいか、どんな練習していいかも全然わかんなくて。で、テニスクールなかったからね。で、なかった時代だから。だからもう自分で練習するしかないんだよね。だからラケット買いに行ったのも、何式か公式かわかんないまま買ったんだもん、このね。ね、お店の人に何式ですか公式ですかって言われるから、公式ってのがかっこいいんだろうと思って、公式って思って、買ったんだけど。ね、ボールも買ったんだけど、うわ、ボール缶に入ってるわ、とかでね、なんか開けるとプシュって、うわ、プシュって音するって思って、うわ、毛が入ってるみたいな。そんな感じだったんだよ、最初ね。でも壁打ちを相手にね、壁相手に練習してたんね、その時ね。で私が勝手に始めたから、相手誰もいないしね、公式なんてやってる子一人いなかったりな、そんな状態だったから。で、やっと高校入って、相手ができて、で、まあ、練習できるようになったんだけど、でその時でも、なんとかな、何をしていいか分かんないんだよね。だからもうなんかその時にね、パワーアンクルとかね、パワーリストとかね、こう、重りをね、手首とか足につけてね、なんかテニスやったりとかね、なんかがむしゃらにね、一日何キロも走ったりとかね、したんだけど、全然効果ないよね。だから、何が自分にとってベターなのかっていうのがわかんなくて。で、当時なんかラリーのショートラリーもなかった時代、木のラケットで、竹のラケットまであったよね、なんかね。だから、いきなりロングラリーからやるもんだから続かないんだ。やっぱ半年とかね、かなりかかるんだよね。ラリーできるまでね。で、その中で、なんていうのかな。なんかテレビなんか見るとね、なんかこう、ウィンブルドンとかそういうところにどんどん挑戦する同年代の子がいたりとかして、コーチがいて羨ましいなって。で、私には教えてくれる人がいないし、とか思って、雑誌を見ながらやるしかなかったよね。で、逆に今はもう本当にこう いろんなこう情報があってて、で、おそらくこっちの人はこう言われて、こっちの人はこう言われてってなってきて、もうなんか大変なんだろうなっていう気がしますよね。で、私もそんな、私のね、昔やってたテニスエナジーもね、一時期その、なんていうかね、うちにいた選手が、やっぱり生徒が、やっぱその情報にこれ振り回されてって、で結局なんかまとまらなくなって、でもう解散したっていうことが経緯があったのね。まあ、あるジュニアをね、こう兄弟を一生懸命こう教えて、もうこれをなんとかこう ITF とかそういうところに、まあ、うちにいたジュニアっていうのがもうほぼ結構ね、もう世界で当時戦ってたから、ヨーロッパから何かね、だからそれに続くような子をね、またこう思ってやってたんだけど、親は親でやっぱ心配になるんだろうな。やっぱりこう、やっぱりこっちがいいんじゃないか、あっちがいいんじゃないかなって言って、勝手にとかしけど、その子をやっぱり引っ張ってって、いろいろこう教え出したのね。そうしたら、なんていうのかな、今度私が教えようとしたら、これなんか違うもんな、どん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 なってやってって、ちょっと待てよ、これ全然何も先進まないじゃんってなって。で、もうそうこうしてうちに、じゃあもう私の方からやめますって言ってやめたのね。テニスなしで私の方からやめちゃうから、だからそういうのもありましたよね。だって先進まないもんね。でもそれは何でかと、情報があっていろんな人から言われることがもう多分頭の中で整理できないんだろうね。だからまあ多分うちのテニスエナジーにもやっぱり来てくれる人たくさんいるけども、やっぱりだから私はこう言ったけども、ね、別の人はこう言うし、別の人はこう言って、多分みんなこう本当に
悩んでると思う。で、まあ、私も自信持って言うけども、やっぱり他の人も別に自信持って言ってると思うのね。で、私の場合は、まあ、できるだけ分かってもらうようにするために、練習はコートの中に親に入ってもらって、で、見学はもう、できたらしてねっていう方なんで、うちはね。中には見学禁止にしてるとこあるらしいんだけど、うち見学 OK で、むしろコートが入ってきてね、みたいなね、ビデオ撮っといてね、みたいな、そんな世界でやってるじゃない。それはなんかやっぱ共通理解として欲しいから、と思うのね。だから、私のやろうとすることのシーンを、やっぱり、できるだけ伝えるべきだと思ってやってるんだけど、それでもやっぱりね、こう悩む人っていうのは多分出てくるんだろうな、とかと思うのね。じゃあ皆さんからすれば誰を信じていいんでしょうね。よくよく周りを見渡してみてくださいね。白川はこう言った、あの人はこう言った、この人はこう言った、どれがやっぱり一番正しいんだろうかってこうね、なかなか難しいですよね。まあその中でやっぱり、まあこの間もね、あるコーチがね、グランドスラム誰か優勝させたいんだっていう夢持ってやってる。ああいう話を聞いてね、なんか昔の自分をなんか思い出したなとかと思って。まあ私もやっぱりそういうね、私が別に最後まで育てて、なんていうのかな、そのグランドスラム の会場まで行きたいという気まではないのね、極端に言えばね。じゃなくて私はこう、なんていうのかな、この土台の部分っていうか、そこがすごく興味がある方だから、そこをなんかこうきっちり作って、で、なんですか、もうきっちり設計してね、でそこをちゃんとあとしっかり走らせてくれるというか、まあ車で言うたら設計士さんかな、設計して、でその作った車をドライブするのが、まあ、ドライバーなんだろうけど、だから私は作る設計する方が好きなのね。こうだからそこでね、グランドスラムに挑戦するような素材というか、それを作って、でそれを生かせてもらえるような環境にこう出して、でそういう子がうまくこう、どういうんだろう、成功してくれたらいいんだろうなとは思ってるんだけど、でも私の考えが、いやちょっと違うように思うって思う人も多分いると思うね、これはね。だからもう誰を信じていいのかなっていうふうな状態になってると思う。皆さんどうでしょう、誰を信用するでしょうか。私は信用できますか、ね、私ボロクソ言っちゃう方だから、なんか結構ね、でもなんていうのかな、結構辛口には言うんだけども、現実っていうのをね、やっぱりこう分かって突き進まないと、やっぱりこう厳しい、そのこの道はこう厳しいとは思うのね。いろんな地域からやっぱり来てくれて、そういう子らとこういろいろ会うんだけども、やっぱり分かんないからやっぱり来てくれるとは思うけども、さあうちを見て、で私の言うことを聞いて、で果たしてそれをどう受け止めてくれたのかな。まあね、ネットの方でもこのマークくれる人もいるし、このマークくれる人もいるわけだから、私はこう思ってもノーの人は絶対いるわけでね、まあそれはまあ仕方がないんだろうけど、やっぱり信じられるパートナーというか講師というか、そこで見つけることが大事なのかなと思うのね。でやっぱりこの間知り合いのコーチがね、グランドスラムのそういうのに行きたいって言ってたコーチはね、やっぱり慕って一緒に歩んでくれてる子がやっぱりね、そのスクールにいるからやってるんだけど、そんな感じで二人三脚できたらやっぱり一番効率がいいんじゃないのかなと思うのね。私もそうですね、一番戦績が出た、今までの中でこうその世界へ行ったりとか、その戦績が出た子っていうのはもう二人三脚でした。もう小学校1年生ぐらいから育てて、ずっと保護者ともう話し合いながら、お父さんやお母さんと話し合いながら、でずっともう本当に二人三脚でずっとやってきた子がやっぱり日本一になったりとか、
あの世界行ったりとかプロになったりとかっていう風な形で行きましたよね。他でもそうですよね。やっぱりこう成績上げてるところっていうのはそこの、ね、コーチとかやっぱり二人三脚ができてるところじゃないのかなと思うのね。そんな感じでどうでしょう、こう皆さんもこの二人三脚できるようなあのコーチというかそういう人っていうのが見つかるんだろうか、ね、これは出会いかなと思うのね。であの私のちょっと知ってる人でもね、あの知ってる子ですごいあの強いジュニアがいたんだけど、すごい気に入ったコーチがいてね、でそのコーチにオファーしたけど断られちゃったっていうのね。なんでかって言ったらそのコーチはまた別の子見てたからもう手がいっぱいいっぱいだったのね。なのであの手が回んないんだって言ってあの断られちゃったって言って、結局なんかこう自分の気に入ったコーチに出会えなかったんじゃないのかな、その子ね。まあそれなりに強くはなったとは思うんだけど、まあコーチでなかったとしてもなんかいろんな意味でね、なんかこう支えてくれる人っているじゃない。でそういう人がなんかいる中でね、あのうまく進んでくれたらね、いいかなとは思うのね。でそういう意味でいろんな情報がこう錯綜してる中で、自分が信じれる人って信じれるもの、信じれる考え、信じれる理論、信じれるものって何なんだろうっていうのをね、ちょっと胸に当ててあの考えてほしいかなとか思うのね。あのどっかにいると思うね。あのいい評判がいいからといって必ずしもその人に会うとは限らないじゃない。あのすごく盛り上がってて あそこ行っては強くなると思ったけどもその子にとっては合わない場合があるし、全然ダメだけどもダメとなんかあそこ良くないよって言われるけどそこで気に入ってそこに行ってる子もいるわけだからね。だからそれはそこでのやっぱり信頼関係ができてるんだろうなと思う。難しいよね、なんかこう思ったんだけど、まあ一つの人生の中でもう出会いみたいなもんじゃないのかなとは思う。縁だよね、なんかね。あのそんな中で、まず自分の中でこう目指すものがあるんであれば、その思いをね、なんかまずぶつけられそうな人から探していって、ぶつけられそうな人がいたらまずぶつけてみたらどうだろう、こう自分の中でね。でもやっぱりこのぶつけられない人っているのね。あのそういう人は多分なんていうのかな、あのぶつけられないとあの相手に響かないから、よく私にもね、私はこんなことやりたいんです、あんなことやりたいんですってこうすごい夢は語ってくれるんだけど、なんかね、なんか聞いてるとね、なんか薄っぺらいじゃないけど、なんかいや本当にはそうは思ってないだろうねとかね、あのプロ目指しますって言ったらなんか白川さん頑張ってくれるかもとかってね、なんかそんな感じで思ってるのか、なんかでも分かるんだよね、聞いてたら大体ね。だからそこは素直にね、ある子はあのちょっと勉強しながらなんだけども、こういうところでこういう感じでこんな感じやりたいんですっていうのがあの率直なところで言ってもらったらね、だから私もあそうかって、そんな感じでやってるんだな、じゃあその範囲であのじゃあ私は心の部分で頑張りましょうと言ってあげられるし、あのそんな感じで意思の疎通がすごく大事かな、ね、でそうすると多分信じられるものってどっかでいつかは見つかるんじゃないでしょうか、ね、そんな感じがしました。まあ今までのねだって失敗例とかそんなのもねあの出してるんで一回見てもらったら、いいかなと思うんでちょっとね、一度見といてくださいですね。豊さん頑張ってください。